エンブライル C-390、エンブライル KC-390、エインブライター KC-390 は、ブラジルのエンブライル社で開発中の、ターボファンエンジン装発中型軍用空中給油、輸送機である。空中給油と輸送の両方の機能を備える。この航空機は、エンブライル社製で最も重い機体になり、装甲車を含む23トンの貨物を輸送できる。 機体のサイズは21.7トン積載の C-130、ハーキュリーズとほぼ同規模であるエンブラエルイーチェッツの開発で培った技術が反映されるとしている。2006年にエンブラエルは C-130 と同規模の戦術輸送機の調査を始めた。2007年4月、エンブラエルは C-390 と社内で分類される 中型の輸送機に関する調査を報告している。2008年3月、ブラジル政府は約 6000000R をこの機体の初期の開発に投資する計画を立てた。同時に、ブラジル空軍は約22から30機の第一次発注を確定した。エンブラエルはパートナーたちと協議が可能であると述べた。同年5月、ブラジル議会は この計画と航空機の開発への8億である4億4 0 u s ドルの投資を承認した。報道機関はこの航空機が空軍だけでなく陸軍や海軍でも使用されると報じたが政府機関まだ承認していない。2009年4月14日、ブラジル空軍は空中給油機輸送機仕様の KC-390 を発表した。エンブナエルは 総額15億ドルドルの開発契約と2機の試作機の契約を獲得した。2010年3月、エンブライルは開発スケジュールを書き上げた。それによれば2014年末に最初の試作機が納入される予定であるとされた。2010年7月にファーンボロー国際航空省でブラジル空軍は28機の KC-390 を発注する予定であると発表した。 ショーの期間中、エンブラエルは貨物の容量を21トンに増やし初飛行の世は2014年であると発表した。2011年、パリ航空ショーの期間中、エンブラエルは胴体を延長した民間仕様の KC-390 を貨物輸送市場に向けて開発し、2018年に発売する予定であると発表した。 予想では10年間に200から250機の需要を見込む。主翼前後の胴体を延長することにより、胴体の長さは、現行の33.91メートルから延長されるだけでなく、内部容量も増えるだけでなく貨物扉は見、開きになる予定である。2014年10月21日、最初の試作機がエンブライルの子会社の工場である、サンパウロ州。 5秒ペイシオートゥーのエンブライルディフェンスセキュリティで公開された。2015年2月3日、KC-390 の最初のプロトタイプが初飛行した。この際、フライバイワイヤー制御システムは直接制御となっており、失速などから航空機を保護する機能を備えた通常モードは使用されていなかった。2015年5月6日、 ブラジル政府からの支払い遅延に伴い、開発ペースを落とすことが報じられた。2015年7月30日、初号機の納入を2018年前半におよそ2年後、倒しにすると発表した。2015年10月26日、不景気による財政難で軍からの資金援助が止まり、集団されていた開発作業が再開され2度目の飛行が実施された。この飛行においては、 最初のフライトプロファイル、飛行制御応答と一般的な航空機の動作をテストが実施された。2016年4月28日、2機目の試作機が飛行した。この試作機は飛行中に後部ランプを上下させることや、側面の空底部対応ドアの開閉など重要なエンベロープのテストを実施した。2010年9月、 チェコノが KC-390 の製造に部分的に参加するかもしれないと報告された。2010年10月、エンブライルは KC-390 の製造にエンブライルの民間機の部品も同様に生産しているアルゼンチンのが関与する交渉中であることが発表された。2010年8月、 アルゼンチンの国防省であるアルゼンチンは C-390 の製造に部分的に参加すると発表した。2010年8月24日、チリとブラジルの国防省が、チリの社が KC-390 の産業チームに加わる協定に調印した。2010年9月1日、コロンビアも同様に KC-390 計画への参加協定に調印した。 2010年9月10日、ポルトガルの国防省は計画への参加に調印した。2011年3月23日、DRS ディフェンスソリューションズが空中給油機、輸送機の貨物取り扱いと空中輸送システムの納入企業に選択された。2011年4月7日、ブラジルのアレブは硬着装置の設計と製造に選ばれた。 2011年4月13日、エンブライルとフェイダの間で、スポイラー、全部降着装置扉、後部ランプドア、フラップフェアリング、テールコーン、電気キャビネットを、コルドバで生産する協定が上院された。また同日、アエロボドホディが、後部胴体、上院扉とパラシュート扉、非常扉とハッチ、貨物庫扉と固定着陸エッジの製造に選ばれた。 2011年5月5日、ロックウェル・コリンズとの間で、アビオニクスの供給契約が結ばれた。2011年7月27日、グッドリッチとの間で、フライバイ・ワイヤーの一時飛行制御システムの供給契約が結ばれた。2011年12月14日、エンブラエルは、ブラジルとポルトガルガヤーが、 構成要素をエンブラエルの子会社である社による KC-390 の製造を支援する契約のための防衛協力協定に調印したと発表した。2012年6月、ボーイングとエンブラエルは協力契約と航空機の開発のための技術知識の共有に合意した。会社は技術と市場の情報を交換し協力する予定である。二千十二年四月、 ボーイングとエンブラエルは KC-390 の事業で幅広く提携することに合意した。機体には E ジェットの技術が取り入れられている。本機はこの種の軍用貨物機同様、主翼は高翼配置、尾翼は T 字、主脚は胴体下部両側にバルジ、膨らみを設け収納、2機のエンジンはパイロンを介して吊り下げ、胴体後部に、 ランプ式の貨物搭載口を有する。貨物室は68108インチの大きさのパレットなら最大で6個、ハンビークラスの車両なら2台、武装兵なら80人、空挺部隊なら64人、単価74章と看護師2名などが収容できる大きさを持つ。操縦系統はフライバイワイヤー方式。各動翼の作動は 油圧式が基本となっているがバックアップとして電気系統も備えられている。FBW の制御ソフトウェアは3つのレベルで設計されている。直接制御ではフライバイワイヤーシステムこそ動作するが機体への保護機能は使用できない。これは通常の保護機能が正常に機能していない場合にのみ運用に使用される。通常動機は航空機への保護機能が動作しており、 ピッチ及びロール角、速度にソフトで制限が設けられているが、必要に応じてパイロットがこの制限値を解除できる。ただし解除した場合でもハードウェアの制限を超えるような起動はできないようになっている。操縦席はロックウェルコリンズのプロラインシステムを使用したグラスコックピットで4機のカラー液晶表示装置、2機のヘッドアップディスプレイ、 ハドが装備されており、ナイトビジョンゴーグル、NVG 搭載も考慮されている。操縦装置は、サイドスティック方式で、バイシステムズによる、アクティブフィードバック型コントロールスティックを装備する。アクティブフィードバック型コントロールスティックとは、機体の飛行状態などに応じて、コントロールスティックにリアルタイムで、ホースフィードバックを伝えることができるというもので、パイロットが、機体にかかっている負荷を、 コントロールスティックを通じて感じ取ることができることを通じてより的確な操縦を行うことが可能になるというものである。エンジンは V2500 を2機搭載する。当初、フラットホイット 2PW6000 やロールスロイス BR715 といった水力75.6から 98KN のものが検討されていたが、後に120から 133KN クラスに 変更された。候補としては、V2500 と CFM56 が候補に上がっていたが、2011年7月26日に、ターボ機械、ナセル、逆噴射装置、ギアボックスに変更がなく推力の要件を満たしていた、V2500E5 が選定された。防御装置としては、レーダー警報受信機、チャフ、フレアのほか、イスラエルの射精のダイルシエムを搭載する。 監視及び偵察情報を得るために、レーダーとして射精、射程の T-20 を搭載する。単価は、競合する C-130J のような同種の機体が、最大6、200万 US ドルするにもかかわらず、およそ5、0US ドルであると推定されている。エンブライルの副社長、ルイス・カルロス・アグイラは、彼らの予想によれば、世界の、 約695機の軍用輸送機が次の10年の間に交換される必要があり、それだけの潜在市場がこの種の飛行機にはある言っている。2008年9月、ポルトガル空軍の参謀長は航空新聞テイクオフのインタビューで C-130 輸送機の更新に関心があると述べたが、ポルトガル空軍は C-390 の開発状況を見守っており、 近い将来発注する可能性があることをほのめかした。2010年2月にはエンブナエルが KC-390 の導入と引き換えにポルトガル空軍の老朽化した C-130 を引き取ることを国防省へ提案したという報告あった。2010年8月チリ空軍が6機の KC-390 を計画していると発表され、 同年9月にはコロンビアが12機の KC-390 の導入を計画していると報じられた。同月にチェコ空軍が2機の KC-390 を購入する可能性も報じられた。2010年10月、エンブラエルはアルゼンチン空軍によって6機の KC-390 が購入される予定であると発表した。2013年4月、 以下の6カ国は合計60機を導入することを契約した。内訳は以下の通り。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。